ピーバースデー。はい、どうもこんにちは、いっぺです。今日はね、カリフォルニアのトーランスっていうところから、あのソシベーションエクステンドっていうね、この BCAA、まあ、プロテインの一種ですね、が届いたので、これをね紹介していきたいと思いますと、うん、まあ、プロテインの、ね、中ではね、あのそこまで高くない 1.391g で5200円で買いました、うん、でたまにね 10% オフセールやってたりするので、それもね、あの使うといいかと思います、うん、僕はね、アマゾンで発注したんですけども、人によってはね、アイハーブとかね、いろんなところで買えるので、もしよかったらね、いろんなところから買って手に入れてみてください。で、これね、まあ、これから食べるんですけども、BCAA って、ここ見ていただくと分かるんですが、分かるかな？見えるかな？うん、まあね、栄養素の量、種類がそこまで多くないんですよね。うん、本当にね、グルタミン酸、イソロイシンとかロイシンとか、バリンとかね、うん、その4つが大量に入っていると、うん、いうふうに、4種類は大量に入ってるんですよ。でも体に必要なタンパク質、体を作るタンパク質の種類が20種類あって、そのうちの、ね、9種類は食事から取らなきゃいけないっていうものなんですね。必須アミノ酸って言われるんですけども、体の中で作れないから食事から取らなきゃいけないアミノ酸、必須アミノ酸ですね、なんですけども、そのうちの、ね、で20種類のうちの、ね、4つしか入ってないっていうことなので、うん、まあ、あとね、1、2、3か、まあ、あと3つぐらい入ってるんですけども、うん、とにかくね、種類が足りないんですね、うん、でタンパク質って桶の板みたいなもんで、昔のね、桶って分かります？木の桶、こうやって板がこうやってついてて、板が20枚ついてる桶で、そのうちのその桶のね、長さが、板の長さが短ければ、その一番短いとこまでしか水が入んない、そうっていうことなんで、バランスがね、崩れてると全く意味がないっていう人もいるぐらい、タンパク質の種類ってすごい大事なんですけども、まあこれに関しては、BCAA がたっぷり入っているっていうことなんで、体を大きくしたい人、うん、筋トレをしている人、うん、体力をつけたい人、ね、回復を早く回復したい人っていう人たちにはもう、ね、おすすめだと思います、うん、実際ね、バランスは完璧ではないですけども、量が取れるんで、とにかくね、回復が早くなりますね、普通の食事にプラスすることで、うん、僕はそう思います、うん、実際ね、タンパク質をいっぱい食べてる人と、タンパク質無視して炭水化物ばっかり食べてる人みたいな感じだとね、体の引き締まり具合も全然違いますし、元気具合も全然違うし、そして、ね、脳に行くね、栄養の量も増えますから、タンパク質いっぱい取ってる人は多いですから、なんていうの、なんかね、無駄にネガティブにならない結構ね、基本的に高い平常心で暮らしていけるっていうことでね、かなり人生がね、楽しくなるというか、優位になるというかね、そういう感じなんで、ぜひね、これだけじゃなくてね、プロテインぜひね、おすすめなんですけども、飲まれたらいいかと思うんですけども、いや、プロテイン買って水買って飲むぐらいだったら、普通の食事でいいよっていう人もいると思うんですね。でそういう人は別にそれでもいいと思います。ただ取れる絶対量が同じお金使って全然違うんですよ、うん、だってステーキ 100g で 8g のタンパク質が取れるっていう計算があるんですけども、 8g 取ろうとしたら、これスプーン2杯1杯か2杯で取れますからねそう、うん、なんでステーキ何枚分だろうね、これね、ほとんどタンパク質だから、多分ステーキ100枚200枚分ぐらいのタンパク質がこれで取れるわけですね。しかも分解した状態で、うん、食事で取ろうとすると、噛んで分解して、胃で分解して、噛んで消化して分解して、胃で消化して分解して、そして腸で吸収すると、約2、3回の消化があるんですけども、これだともう分解してあるんでね、消化してあるんで、もう飲むだけで吸収されるという感じで、体の負担もね、すごい少ないです、うん、なので粒子の細かいね、プロテインすごいおすすめなんですけども、うん、まあ、僕はね、これを今回初めて試しますということで、結構たくさん飲んでいきたいと思います、うん、で、そうですね、であとはプロテインいらないよみたいな人もいると思うんですけども、まずね、今の僕ら日本人はまずタンパク質の量が
絶対的に不足してるんですね。特に疲れてる人たち、うん、食事量なかなか取れないじゃないですか、十分な食事、うん、お金もかかるしみたいな、うん、実際どうですか、あの1日食費で1500円から3000円ぐらいかけてる人が多いと思うんですよね、うん、でそこまでかけれないからカップラーメンで済ますとかいると思うんですけども、普通にお店でね、お弁当買ったりカップラーメン買ったりね、おにぎり買ったりして食べてると、まずねタンパク質が足りないんで回復しきらないし、疲れてる、ずっと疲れてるんですよ、うん、で食べるものが不足してるから栄養が十分取れなくて栄養失調になってしまった状態、お腹は膨れるけど栄養が足りない、うん、カロリーオーバーの栄養失調ってやつですね、うん、新しい今の時代の栄養失調なんですけども、でその状態、栄養が足りない状態で寝るから回復しきれないんですよ、体が材料がないから体を作れない、うん、回復させられない、でそのまま疲れたままで朝起きて、うん、でそれで疲れた状態でまた一日働いての繰り返してた時に、小さなミスがね、小さなミスから大きなミスまでちょこちょこミスるんで、そうするとね、自分自身もあまり気分は よろしくないでしょうし、社会的にも評価がねガクッと下がってしまうんで、僕がおすすめするのはタンパク質や、ね、ビタミンミネラル、あとファイトケミカルスですね、そのあたりをしっかりとると、うん、サプリメント、もう 食事で栄養を完璧に取れるっていう時代はね、もう終わ15年、もう50年ぐらい前に終わったんで、ね、なので今はサプリメントでしっかり栄養を補った上でお腹を膨らます、うん、カロリーを取るっていうのは食事で、栄養をしっかり取るっていうのはサプリメントでっていう風に分けた考え方でねやっていただくといいと思います、うん、そうするとサプリメントで一緒栄養はちゃんと取れる、そして食事で美味しい満足もできる、うん、で栄養がしっかり取れてるんで寝ると回復しやすい、そうすると回復した状態で朝起きて一日元気に暮らせるんで、栄養失調の時と小さなミスがね、ミスやね、そういう細かいミスがしづらくなって、さらにね栄養が取れてるんで気分もいいですし元気に暮らせるんで、あなた自身の社会的評価もね上がりやすくなるんですね、うん、そうするとそれが毎日積み重なるととっても楽しい毎日になるわけですよやりたいこともできるようになりますし、で今まで栄養が足りなくて元気がなかった時にはね挑戦できなかったことにもチャレンジすることができるようになるわけですね、うん、だからあなた自身の何て言うのかな、人生が楽しくなるっていう感じなんで、ぜひねサプリメントで栄養をしっかりとるっていうところはやっていただきたいなと思います、うん、で食事で栄養を取る何十倍もコストパフォーマンスがねかかるお金が安く済むので、うん、だって食事ね1週間したら食費1万円から3万円ぐらい使うじゃないですかね、うん、で抑えたとしても3000円から3000円5000円かかりますよね、食費1週間分前全部入れたら、飲み物まで入れたら、うん、それが1ヶ月続いたらどんだけ抑えてもね2万3万はかかるんですよ食費で。で僕の友達にコンビニ弁当で暮らしていた人がいたんですけども、案の定重度のアトピーだったんですが、その人はねコンビニの食事に1ヶ月7万円かけてたわけですね、15万円のお給料で、そりゃあねちょっとね貧困から脱出できないっていう感じになっちゃうんですけども、そのね7万円もかけていたコンビニの食費をサプリメントに、ね、2、3万切り替えて残り自炊したと、そしたらね食費とサプリメント合わせても7万円よりも安く収まったと、うん、そしてどんどん健康になっていって肌の状態も、ね、良くなっていたんですね、うん、まあ、それはね僕も嬉しかったですし、その人がその友達がね一番嬉しかったと思います、うん、っていう感じでこれはただの一例ですけども、とにかくね栄養をしっかりとるっていうところを最優先に当たり前にしていただくと、あなたの人生ねゴロッと変わるはずなので、変わると思いますから、ぜひねサプリメントを、もしくはサプリメントはねプロテインで栄養をしっかりとって毎日元気に楽しくやっていただければなと思います。ということで僕はねこれでさらに強い体を手に入れたいと思います。もうねさすがにね来年であと1年後40歳になるんで、もうね体のメンテナンスしっかりやっていかないといけないなっていうふうに思ってますんで、
人生で最後までね、あのやろうと思ったことが できるような体でいたいと、うん、どんどん時間が経つにつれて、あのどんどんね少しずつ壊れていって、で最後にはね病院のお世話になって死、あの苦しみながら死んでいくみたいな、栄養失調のね先にある人生じゃなくて、しっかり栄養をとって、で 体を支えるタンパク質をねしっかりとって、毎日何十歳になっても80になっても100になっても、あの自分の足で歩き回って楽しめる人生にしたいと思ってますんで、ぜひこれからも、ぜひなんだ、これからも頑張っていきますんで、ぜひよろしくお願いしますということで、またね。はい、どうも今日も見てくれてありがとう。今日の動画いいなと思ったらグッド評価お願いします。ダメだなと思ったらバッド評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここをねポチッとね、うん、そして関連動画の方もね ありますんで、よかったらご覧ください。うん、何かやってほしいことがあったり、言いたいことがあれば、ぜひね、コメント欄の方からコメントしていただけるととっても嬉しいです。ということで、ぜひまた次のね、動画もね、楽しみにしてください。ということで、またねー。